はい、どうも、モカオッカでーす。はい、ですね。では、早速、阪神牝馬ステークス、G2 の、予想を行っていこうと思います。で、雨が今ね、関西地方は小雨になってまして、まあ、バー状態主になってます。で、芝戦6ということで、まあ、桜花賞とね、同条件なんで、まあ、この結果、次第いかんね、明日どうなるかですよね。どういった馬が来ているのかね、まあレースを幾度か、見返す必要もあるんじゃないのかなと思います。でですね、まずいつものように傾向からいきましょうか。はい、コラムで、で、そうなんです。芝戦4でずっと行われてて、で、去年から戦6になったというところに、ちょっと注意点ですね。まあ、で、戦6になったんで、よりその、ビクトリアマイルの前哨戦じゃないですけども、にも、時期的にもつながってくる。まあ、ね、ここからも何とか出走するかと思いますんでね。もう一つ、そう、レースを挟むかもしれないですけどね。うん。といったところも見据えながら、ちょっとね、予想の方をしていけたらと思います。まあ、去年は固めの決着になっているけども、今年は重場なんで、そのあたり、ちょっと気をつけていかないといけない部分はあります。で、4歳馬がハンスの6勝ということで、まあ、4、5歳、ですかね。で、京都牝馬ステークス組の副賞率が高いというところで、中山牝馬ステークス組は不振であるというところですね。あと、1600万組っていう、まあ、そこの3着以内馬ですかね、を注意しないといけないっていうところで、まあ、紐はこの辺りが飛んでくるんでしょうね。おそらくここで人気する馬ってのはないでしょうからね。まあ、演出してくるんでしょうね、馬券をね。といった形になりますよね。で、すいません。ごめんなさい。こっちですね。東西別。うん。関西で。金量が、今回金量差別定なんですけども、54-5あたりですかね。56になるとちょっと成績が落ちてました。で、客室は、前目ですかね。と言っても差し馬もね、ある程度は来ているので、まあ、追い込みは厳しいのかなという感じですかね。はい。マーケットがこの辺りで、世代はその4、5歳、あ、でも6歳ぐらいまでは、ね、4か6はありそうですよね。で、信頼度。まあ、結構ばらつきがありますよね。まあ、専用のデータなんですけども、インパクトやね、ダイメージャーで、まあ、道悪工事っていうところもちょっと気をつけていかないといけないのかな。で、枠が3枠がちょっと悪いですね。で、まあ、ちょっと真ん中外っていうのも狙えるのかなと。うん。いったところですかね。あんまりだが、うちが有利ではないと。いうところで、今回結構上位人気組がね、この1番人気、2番人気あたりがね、うちに入っているのが、どう出るのかなといったのは、ちょっとそこから行くのもどうなんかなっていうのはありますよね。ちょっとまあ、去年の勝ち、去年の馬のは、まあ、ディープホワイト、マズル、ミッキークイーンは今年も出てましたよね。ディープオーダーウェイ。
ウィンプリメーラってどうやったかな、ディープもしかしてワンツースリーか、あーステゴニ49やね。でカフェブリリアント、あ、ウリウリが3着の時やってね。はいはいはい、まあ、結構そのダートケット、まあ、1004だから特にそのね、あのミスプロ系とか着てますよね。ミスプロ持ってたり、こうディピティ母に持ってたりとかっていうところが、なんとなくあの血統的にもわからんでもないような感じです。あ、そうなんやな。これ見たか、なんかあっち行ってこっち来たりする。ロブデサージュ、ああ応援ブレもね、ミスプロにシングスピールでしょ。なんかミスプロ系がちょっと噛みそうな感じもしますよね。もうちょっとだけ見ましょうか。まあ5着までも見ればいいんですけどもね、前の動画で言ったんですけど、まあちょっと時間がないので確か3着までざーっと、この年だけね確認しておきましょう。ロブロイとか、まあ、ちょっと重たい血統もなんか、この時のその馬場状態がどうだったのか、シャルビークとかちょっと重め、あこの時も雨ですよね、やっぱりね量になってますけど、ちょっと重たいけど気をつけないといけないかもしれないです。ということでちょっと私が考えている本命なんですけども、最初ねミッキークイーンで行こうかなと思ったんですけども、ちょっと大外このアドマイヤリードから行きたいかなと。そのステゴード3区はね道悪高座ですし、まあ、1600万勝ちっていうところで道悪でもねっていうところもあって、ちょっとこのボリューマに注意して、対抗にミッキークイーンで押さえておいて、で当選ビクトリーで、あと、クロコスミア。これもステイゴールド3区をちょっと注意しときたいかなっていう感じで、クイーンズリングもちょっと注意しないといけないですね。ちょっと黒三角が多くなりましたけども。こうかな。こうですね。クロコスミアは紐でいいですね。で、あと、そのデニム&ルビーはちょっと注意、ただこの馬7歳なんでねっていうところもあって、紐でいいですね。まあこの辺りじゃないのかなっていうところだと、まあ1600万組で好調で、まあね、あの西雲構成でもお世話になったみゆきジョッキーはちょっと買わないわけにはいかないかなっていう、この、まあ、それだけじゃないんですかね。まあディープサンクですしね、なんだかんだでディープサンクが来るっていう、ディープワンツーで決まった時って例えば6番8番のね流しとか、っていうのもありえるのかなっていうところでね、ステイゴールドサンクになるか、ね、ディープサンクで来るか、そのどっちか、まあこれぐらいかな。あとの台頭はちょっと厳しいんじゃないのかなっていうのはメンバー的に見ても、京都牝馬組がなんか良かったっていうのが書いてありましたけども、京都牝馬組が今回あんまり出てないんじゃないですかね。アットザシーサイドぐらいか。ちょっとそれ今気になったのちょっと怪しいから、紐でアットザシーサイド×ぐらいにしときましょうか。こんなもんですかね。タッチングスピーチも気になるけども、ちょっとしんどい。このメンバーならやれないこともないですよね、ダッチングスピーチね。ディープサンク。あんま広げすぎてあれなんで、ここまでしときます。
ということで、ちょっとね、いつものようにオッズだけ確認しておくと、3連複で買うなら、こんな感じですかね。これで多分25点ぐらいには収まるんじゃないのかな。24点でしょ。で、まあ10倍からなら、ちょっとこの辺厚く買っておいて、最大300倍まで。まあこれでいいんじゃないかな、と思います。ね。はい。といった形になります。まあぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。といった形でね、阪神牝馬ステークスの予想を終わります。チャンネル登録であったりとか、いいねボタン、コメント等よろしくお願いします。いつもありがとうございます。ね、まあ、ぜひ、今後ともね、見ていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは、失礼いたします。ありがとうございました。